今日はボビチドアゴヒゲトカゲの設備紹介になります。ちょっと一回全部外します。今体長40センチぐらいになってます。ちょっと怖がってますね。で、設備は、90-45-45 の木製のケージを買っております。で、ライト等のあれなんですけども、レプティズーの 100W に、JX の多分 100W になります。で、バスキングに関しては、朝の10時に点灯で夜の10時に消えるような形になってます。で、保温球に関しては22度になったら点灯、27度になったら消灯というような形になってます。中の設備ですが、バスキングスポット、これも、エキゾテラ JX だったと思います。流木2つ組み合わせてちょっと立体的にしております。で、ここにエキゾテラ JX のガイコスさん、とりあえず何か置いてます。で、ここにレンガ置いてます。ここで、ご飯を食べるような形です。で、ここに水飲み、水受けっていう形、まあ、一通りこんな形かなと。で、温度なんですけど、バスキングスポットのこの下が今42度ぐらいで、一番端がまあ25度ぐらいっていうような形になってます。湿度が今45、ちょっと高いんで今蓋を開けてる状態です。ちょっとちっちゃいんですけど、これにフトアゴフードとかワームとかを入れてあげるような形になってます。で、メインのフードが見えますか、こちら、強林光フードをあげてます。で、おやつとしてワームをあげるような形で、コオロギなんですけど、一応乾燥コオロギっていうのはあるんですけど、ちょっとね、なんか痛々しい、その口にちょっと刺さったりしてしまうようなこともあったんで、あまりあげてはないんですけど、基本は冷凍コオロギをあげるようにしてます。はい、すごい嫌がるんですけど、まあ、無理やりちょっとご紹介、ごめんな、ちょっと今脱皮中でちょっとこの辺が、ごめん、脱皮中ちょっと真っ白なんですけど、ノーマルの、レザーバッグ、ノーマルのレザーバッグ、ごめんな。で、ちょっと今脱皮中です。危ない。落ちました。ノーマルのハイポレザーになるんですかね。体長今40ぐらいの196でしたけど、ね、もう多分 200g っていう感じです。かなり大きくなってます。ちょっとスリムな感じですけど、ごめんね、はい、はい、すいません、一応、餌をあげるときは基本的には割り箸で餌をすくってあげるっていうのが多いです。で、置いていても結構この子食べるんで自分であげたりしてます。で、消臭は、デオミスト、今ちょっと表外してるんでちょっと出るんが怖いんですけど、これ外れる、痛いな、ごめんな、もうこの辺をガサガサ敷いてます。で、下はクルミの殻を割ったものになってます。
ここで寝たり、夜ここで寝て、朝レンガの上、保温器の下にいることが結構あります。で、まあ水はまあほとんど飲まないです。飲んでるのかわかんないですけど、あんまり飲まないです。結構こう、こことこことここに結構いることが多いですね。10時に、バスピンがつくんで、それまでは多分この辺でうろうろしてるのかなと。で、仕事の関係上家出てるんで、その後どうなってるかがちょっとよくわかんないんですけど、10時、10時の12時間のサイクルを作ってるような感じ。餌の頻度としては、まあ7時、帰ってくのが7時ぐらい。7時に上げて3時間バスキングしてっていうような形が多いですね。で、結構うんちもするんですけど、うんちがもう本当に規則正しく3日に1回っていう状態なんで、もうちょっとなんとかしたいんですけど、でそれを改善するためにレプラーゼっていうのを毎回、まあ、何かしらのご飯にかけて食べさせてあげてます。まあ、フードがメインで、まあ、食べるならワームで、最後コオロギ3匹から5匹ですね。ずっとその辺で今回ってるんですけど、もう多分この辺の体調になってくると2日に1回とかそんな感じでいいんかなと思ってます。ただ毎日あげないとちょっとなんかかわいそうな感じがして、そういうのがダメなんで、逆にダメなんでしょうけど、かわいいですね。泣きもしませんし、噛みもしません。結構手でやってくる、手で、あ、ごめんごめんごめん、結構手を出すと噛む個体もいるみたいですけども、すごいこの子おとなしい方ですね。そんな感じの設備になってます。かなり警戒してます。この中で寝たりもします。手で食べてくれるっていうのがいいんですけど、大きい餌で食べないっていうのが逆に問題で、ずっと餌あげないといけないですよね。で、個体によってはもちろん先ほど言った噛まれるっていうのもあるんで気をつけてください。ちょっとバイクとかいろいろあんまり乗れてなくて、今日も乗りたかったんですけど雨だったんで、ずっと最近はもうトカゲをいじってるような、ポンコツトカゲちゃんをいじってるような形になってますけど、はい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 、結構レッドとかイエローとかそういうの欲しかったんですけど、ちょっとやっぱりこう特殊な個体ってなると、まあ、体が弱かったり、特にハイポとか、ハイポじゃないですね、トランスとか目が真っ黒なになると結構弱い個体が多いらしいんで、初心者はノーマルの方がいいっていうことを聞きまして、ノーマルにしております。で、買ってみたらすごいなんか綺麗な色で合う、すごい元気でおとなしくて飼いやすい個体です。ぜひ一度買ってみてください。で、トータルなんですけど、これがどうでしょう、1万ぐらい、下が1万5千ぐらいの、ライトが5、6千だったかな、5、6千、4千円で、まあいろいろ買ってますけど、トータルでいくと最初にこれを全部揃えたら8万ぐらいですよね。結構かかりますね。餌も買わないといけないんで、そうなると簡単に買えるものでもないんかなとは思いますけど、個体自体は、まあ、ノーマルレザーハイポ入ってますけど、ノーマルなんで1万4000円ぐらいでしたかね。これがピン切りで、まあ、10万
30万っていうのもありますね。ちょっとその辺は初心者というよりはどうでしょう、ブリーダー系に人気があるかは分かりませんが、ちょっとあんまり水に入らんとやってほしいです。はいはいはい、温めといて、まあこんな感じでずっと火を浴びてる状態、何を考えて生活してるのかちょっとよく分かりませんけど、いやいやっていう顔しますね。この目を閉じるっていうのが嫌っていうことなみたいです。それではまた、バイ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 。